婦人探索、夢の旧作。100万円あったら、ああしよう、こうしようと空想していた青年、中村義雄は、思いもかけぬおばの遺産を受け継いで、一躍100万長者になった。義雄は早速数万円を投じて、素晴らしい邸宅を建てた。そこに美姫と美酒と三階の珍味を並べて、友達を集めて、昼夜兼行の豪遊を試みたために、100万円は瞬く間になくなって、いささかなからぬ借財さえできた。その抵当に邸宅を取られた彼は、再び元の通りの無一物になってしまった。不思議だ、奇怪だ、不可解だ。100万円を得ない前の自分と失った後の自分との間には何らの相違もない。空想の100万円と実物の100万円とは、使用した結果から見ると全く同じものであった。おお、100万円よ、お前は何のために自分に甘くだったのか。なぜにかくも無意義に自分から消え去ったのか。おお、100万円よ、お前はどこへ行った。義雄は腕を組んでこう考えた。知っている限りの人々にこの疑問を提出して解決を求めた。山本という社会学者は言った。100万円をお前から奪い去ったのは100万円自身である。お前が知ったことではない。松井という法律学者は言った。お前自身がお前から100万円を奪い去ったのだ。村上という心理学者は言った。お前の100万円を奪ったものはお前の心の中にいる。お前の心の奥に隠れて人知れずニヤニヤ笑っている。また空与という構想はこう説いた。100万円はなくなっていない。お前の心の中にちゃんと隠されている。その100万円を取り返すにはお前から100万円を奪ったその心を探し出して殺してしまうのが一番だ。そうすれば100万円の金は自然とお前の身に返ってくる。最後に万蔵という占い者はこう判じた。これは天地比という家です。自然のことを自然の順序に考えていくと万事が否定的の踏ん詰まりになるという実に不可思議な原理を表した形です。すべての順序を逆にして考えていってごらんなさい。地天体という家になって一切が安らかに解決されていきます。義雄は思案に余った挙句、高山という名探偵を訪問して一切の経過を打ち明けて頼んだ。僕の100万円を奪ったやつを見つけ出してください。100万円を取り返してください。成功すれば謝礼としてその半額を提示します。名探偵は心よくうなずいた。どうか葉巻を一本吸う間待ってください。考えますから。